ふざけんな。みんなも怒り心頭だろう。はじめに言っとく。みんなの怒りを込め欄に書いてくれ。これは本当に我慢できないだろ。私も納得できないことも無限にある。だが、今回は絞って私が許せないことを見ていく。より詳しいことはサッカー日本代表専門チャンネルでやるので、エンド画面から続けてどうぞ。すべてはこれだ。あまりにも無策すぎる森保監督。急増チームなのもわかってる。連携重視で今回は広島中心なのもわかる。まず、佐々木翔は何のために使った？森保監督ならやりそうと思ったけど、本当に左サイドバックだったわね。いい加減学べよ。今回はイライラマックスでお言葉が多少汚いのはご了承願いたい。散々日本代表で佐々木左サイドバックがダメだってことわかってたよな。サンフレッチェ広島での高パフォーマンスは3バックだったから選んだんだよな。私はてっきりそうだと思ってた。スタートの4バックはまだわかる。100歩譲ってな。だが、後半佐々木下げたよな。攻撃的に行くためじゃないの？左サイドバック同士交代させてか？後半3バックにするために佐々木翔使ったんじゃないのか？じゃなかったら佐々木翔使う意味なんてないだろ。佐々木翔の能力じゃなくて、森保監督の使い方が本当に意味不明で納得できない。佐々木翔は一番の被害者ね。3バックの話が出たので、続けてこの話題も。なぜフォーメーション変更しない？ 4-2-3-1 が機能してないことに気づかないのか？佐々木がいたなら3バックにもできた。2トップにもできた。だが、やったのは同ポジションの交代。今までと全く同じ。フォーメーションに当てはめるだけ。監督いらないだろ。それをやるのが監督だ。できないなら監督なんか辞めてしまえというか、辞めてくれ本当に。サポーターも中国相手に引き分けてブーイングどころか拍手。呆れ返った。欧州ならあれだけバックパスのオンパレードだったら大ブーイングね。バックパスバックパスバックパス、仕掛けないミドル打たない。でも味方には強烈シュート放つとか意味不明だ。橋本かわいそうだったけどクソはロタ。本当に戦術でなんでこんなにも無策なのかわからない。結局ドリブラー頼み。後半はお願い相馬様。これいつもと同じだよな。伊藤、三笘が相馬と宮市になっただけね。チームで崩す戦術がない。だから個人技に頼る。グダグダになるとは思っていたが、ここまでとは思わなかった。私も色々な試合を見てきた。森保監督の試合も。この試合は私が今まで見てきた中でぶっちぎりで一番つまらない試合だった。これ皆さんはどうでした？このチャンネルやってるので、我慢して見てましたが、本当に見てるのが苦痛でした。私が森保監督にこんなにイラつくのは、本当に毎回全く同じことを繰り返していること。就任当初から何一つ変わらない。佐々木翔左サイドバックダメだっていつから言ってた？対策された時の策がない。毎回毎回同じじゃないか？戦術がないからドリブラー頼み。チームで崩すことができない。急増チーム？いや、海外組主体の日本代表でも全く同じ。じゃあ、誰が悪いんだ？選手か？森保監督だろう。広島の選手使っといて、使いこなせませんでした。笑えない。広島のスキッペ監督呼んでこい。森保監督よりはみんなマシね。森保監督にも頭に来たんだけど、拍手してる日本サポーターにもイラッときた。相手は中国。しかもほぼ U23 だぞ。高い金払って地獄みたいな試合見せられて。なんで拍手してるんだ？あれ見た時にそやー、日本サッカー協会も誰も責任取らなくても責められないし、監督も選手も同じ。甘すぎる。本当に甘すぎる。私は言いたい。森保監督に対して黙ってるのか？日本サッカー協会に何も言わないのか？今回はあまりにもひどすぎたわよね。ふざけんな、そのくらいの声を上げるべきだろう。4年間何も改善しない。本当に何やってきたんだ？この試合は何を試せたんだ？唐突に始まった 4-2-3-1 のこだわりは何だ？ 4-3-3 はどこに行った？ 4-2-3-1 で試して、4-3-3 のチームにどう融合するんだよ。本当に唐突に始まったよな。もう、止まらない。本当にこの試合は許せない。みんなも意見を聞かせてくれ。今は感情がもう、まとめたものをサッカー日本代表専門チャンネルでやるので、よければそちらもお願いします。イライラが収まらない。今回はここまでにしよう。それではまた次回。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。